こんにちは、栗山由美です。今日はセブンイレブンのダイエットにおすすめの商品を8個紹介したいと思います。コンビニはもう最近はすごいダイエットにおすすめだったり、ちょっと体に良さそうなものを取り入れた商品がたくさんあるのでね、多分買ったらキリがないんですけど、私的8個を選んできました。なんか新商品とかもあるんで、ちょっと食べてみたいなと思います。まず安定にね、サンドイッチシーザーソース仕立てトマトと彩り野菜っていうね、全粒粉が入ったパンです。私もね、パンはなるべく全粒粉とかライ麦っていうパンを食べてます。でも、まあ、これも好きなんだけど、私の推しがいなくて、その推しはね、タンパク質が取れるチキン&卵っていうやつがあるんですよ。なんかこういうね、長い形のした、ちょっとね、ふわっとした、しっとりふわっとしたパンの生地があって、パンが柔らかくてしっとりでもぎっしりみたいな、すごい食べやすいパンで、それもすごいあのカロリーも低いし、それこそ中にタンパク質のサラダチキンと卵がいっぱいグルグルグルって入って満足するので、まあ、ぜひそっちがあったら食べてみてください。めちゃめちゃおすすめです。あのパンが食べたいからです。このサンドイッチも美味しいです。そしてスープ、私このね、セブンのスープよく最近飲みます。これはタンパク質が取れる、また鶏とキノコの和風スープです。これも美味しいです。結構和風系の匂いして、キノコとかいろいろ人参と大根とかいろいろ入ってます。これね、あ、ごめんなさい、一応カロリーを言っときます。サンドイッチが199カロリー、このスープが136カロリーです。で、続いてこれも好きです。私、春の味しみ鶏大根、これもね、あの好きなんですよ。ダイエットしてるとサラダとかさ、なんかそう野菜系ばっかで味が濃いやつが食べたいんですよ。そういう時には持ってこい。で、これは156カロリーです。こういうおかず系もね、多分糖質とかはいっぱい入ってるから、あんま食べ過ぎない。でもこのくらいがちょうどいい量でおすすめです。でね、ちょっとこれもう私が大好き、もう私おつまみ系大好きなんですけど、特におつまみ系というか焼き鳥も好きで、焼き鳥の中で砂切りが一番好きなんですよ。で、それが入ってる野菜と食べる砂ずりポン酢っていうのが新発売されてました。もうこれは買うしかないと思って、ちょっとこれ後で食べてみたいと思います。このサイズ感のシリーズ、よく私はひじきと大豆が入ったやつとか、あと春雨とか入ってるやつ食べます。これは111カロリーです。で、続きまして、あ、これシリーズも好き。これはタンパク質が取れるチキンと豆のサラダ、64カロリー。私豆がよく入ってるやつ買うんだけど、これはチキンと豆が入ってて、チキンが入ってるだけで満足するし、これを上にバーってかけたらと思います。そして次、これはもう、まあ、どこでも売ってるんだけど、この食塩不要素焼きミックスナッツ、小腹が空いた時にはナッツとか、あとカカオが高い 72% くらいのチョコとか、あとリベラっていうチョコもおすすめ。このナッツを食べるときは何もついてない、食塩も入ってない、食塩が入ってるとちょっと食べ過ぎちゃうとむくんだりしちゃうので、素焼きナッツを買ってください。そして次、私が最近ハマってるこのそら豆、これ美味しい。このそら豆めっちゃ美味しい。しかもこれ1個で164カロリー。スナック菓子が食べたいなって思うときはこれおすすめです。ロカボシリーズは本当におすすめ。特にね、あのセブンとか売り物は少ないけど、ローソンがロカボシリーズなので、ローソンが近くにある方はローソン行ってください。まあ、今回セブンの縛りなんだけど、ローソンは本当にね、ダイエットの人におすすめ。なんでローソンがお家の近くにあればな。ローソンはすごいセブンの商品紹介してるローソンばかり。で、最後これちょっと気になった、これも多分ね、私初めて見た、食べきりお芋。なんか見たことあるけど初めて見ました、売ってるの。
163カロリーのさつまいもですね。ダイエットに向いてる炭水化物というか、私そんなにね、焼き芋ダイエットとかお芋ダイエットあんましたことないけど、とにかくお芋は食物繊維が豊富なのと、甘いのが食べたいっていうのを抑えてくれる、あと満腹感もあるので、これはおすすめだし、これ、ね、今冷たいんですよ。なのでこれはちょっと食べてみたいと思います。これが気になってるので、これ食べてみたいと思います。いいね、ちょっと私これ毎回買うかもしれない、美味しかったら。うわっ、おつまみじゃん。野菜にかけるドレッシングとか、あれはなるべくかけすぎない方がいいんですよ。まず少量かけて、足りないなって思ったらかけ足した方がいいです。最初にドバーってかけちゃうと、ドレッシングで結構好みがあるので、なるべく少なめにかけた方がいいでしょう。あ、美味しそう。いただきます。うわ、これすごい歯ごたえ、すごい、もう噛んでも噛んでも噛んでも、うん、美味しいね。ポン酢だからすごいさっぱりしてるし、いいな、これ。せっかくも、コンビニで温めてもらったんですよ。せっかくなので食べますか。これはキノコがたっぷり入った和風スープです。いいね。うん、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 これも食べちゃいますか。これなんか似てる気がする、今のスープと。まあね、カロリーが全てではないです。でも、わかりやすくていいよね。気持ち的にも低い方がいいし。はい、こんな感じです。これは本当におかずおすすめ、本当に美味しい。実家の味みたいな、なんていうか。可愛い人参、お花、お花結構たっぷり取りに行きます。あ、ダイエットおすすめ商品紹介じゃないの。ちょっとこれ気になってるかと思ったの、冷たいままでも美味しい。あ、ホクホクの焼き芋しか食べたことないのか、わかんない。体ちょっと半分だからちっちゃいかもですけど、あ、すごい、普通に、うわ、すごい。うん、あ、なんか、普通に焼き芋だ。普通に焼き芋。ダイエットって本当に食べないから、お金もかからないって思いがちだけど、ダイエットってお金すごいかかるなって思う。コンビニは違うけど、そういう体にいいもの、なんか使ってる食べ物って、特になんかオーガニック系のお店とか、ちょっとね、お高いんだよね。ダイエットにも、お金はすごいかかるなと思うけど、ダイエットしたらやっぱ可愛くなれちゃう。モチベーションもあげてます。感じで、今回はセブンイレブンで、おすすめのダイエット商品を紹介してみました。皆さんもおすすめのものだったらぜひ教えてください。バイバーイ。